風景とアートと生活みたいなのがこうみんなミックスした状態を楽しめるのがいいんじゃないかと。そしたらこの集落全体がもうある意味で美術館みたいな風に感じられるように、うん、だから特別変なものを作りたいとは思わないんですよね。だからすごくどっかでやっぱり非常にベーシックななんだけど、周りといろんな関係があるとそのことによって驚きっていうのとかまあいろんなことが生まれるんじゃないかな。